はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、クソデッキをね、持ってきたのでご紹介をしていきたいというふうに思っておりましてですね、魔界劇団デッキ先日ねご紹介させていただいたんですけども、魔界劇団ってあのカードの効果を書き換える能力を持ってるんですね。ファンタスティックシアター、これあのピー召喚した魔界劇団がいると相手が発動したモンスターの効果をセットカードを割るっていう効果に書き換えることができるんですよ。これ強制なんですけど、なんで、その効果を利用しまして今日はねヤブヘビを割らせるっていうこれ先日ね、対戦して当たったんですよね。でなんか天才ムーブみたいなことされて、この決戦のゴルゴンダとかいうねカードを採用してその人がで、このカードでなんか魔界劇団を守りながらそのヤブヘビで出したモンスターを守るみたいな動きしてて、それを取り入れました。はい、でまあヤブヘビで何を出していくかっていう話なんですけども、まあエクストラデッキから出てくるモンスターで強いモンスターいるときはいいんですよ。ヤブヘビってセットされてる状態で割られると何でも出せるっていう効果なんでね。なんでまあデビフラみたいなもんですわ。なんで例えばエクストリアとか、クリスタルクリアウィングとか、アルティメットファルコンとか、こういうまあ耐性とか超強いモンスター入ってたりとか、あと今回主に出していきたいのは、異性の最終戦士お前誰やみたいな、話あるかもしれないですけど、このモンスター最強すぎまして、このカードがフィールド上に表が表示存在する限りお互いにモンスターを召喚判定召喚特殊召喚できないというガチでやばい対話拒否性能を持っています。だから、このモンスターを立って、相手の、まあ、遊戯王を否定していきたいんですけども、これ特殊召喚に成功した時にこのカード以外の自分のフィールド上のモンスター全部破壊するっていう効果を発動しちゃうんですよ。だから破壊されちゃうと全部いなくなっちゃうんですよね。でしかもこれお互いに出せないんで、なんか異性の最終戦士ブイドみたいなのが始まっちゃうんですよ。だから一旦出した自分たちのモンスター守りたくて、でそれで決戦のゴルゴンダこの2番の効果で、自分のフィールドのカードが戦闘効果打開される場合になんかアルバス系の融合モンスター墓地を送るとなんか免れるみたいな効果あるんですよね。でこの効果を、使って、耐久を、してで、まあ輝きから守っていきたいというそういうね、クソレッキとなっております。成功率は非常に低いですが、まあ、ヤブヘビさえ引ければ一応この辺のモンスターを出るんで、まあ、何とかなるかなとは思ってますけどね。はい、早速やってみましょう。デュエルスタンバイ。全然決まらん。ワンチャンある、ワンチャンある。ジェネプロ発動。ちょ、うららやめて。まあでもワンチャン、これは当たったらまだ やられてもいいか。まあ言うて大丈夫だ、なんもない。いや、やられたらダメだったわ。カーテンライターしかねえよ。ドラマティックシアターを持ってきて、金券でこれ6枚ですね。トラップめくれればいいんだよ。トラップ、トラップが抜けれれば、あ、オッケーオッケーオッケー、トラップトリックはもう、抜けれればもう いけるから、これいける。なんもなければトラップトリック、カーテンライザーするか。なるほどな。ですね、ではまずドラマチックシアターから入りたいから、ワイルドホープを召喚し、ドラマチックシアターを発動。フェルジョの魔界劇団を破壊し、デッキから、魔界劇団モンスターを特殊召喚するといこうか。まあ、これはエキストラですね。そして、ワイルドホップリーズオンに置かない。で、破壊すると、ワイルドホップの効果によって、魔界劇団モンスターをサーチできる。これで、ティンクルリトルスターを持ってきておいて、で、エキストラ効果。自分をリリースすることによって、カーテンライザーをペンデュラムつけるにセット。そして、カーテンライザーの効果。モンスターがいない場合特殊召喚できるという効果。そしてカーテンライザーの効果発動。魔界大砲も墓地に送ってエクストラデッキの魔界劇団を回収。この動きね結構強いんですよね。これ回収してなんかどんどんどん手札が増えていくっていうね。でハイパーディレクターをディレクションしていく。そして、ディレクターはペンデュラムスケールにセッティングしたモンスターを前に出すという効果を持っている。ハイパーディレクターの効果、こいつを前に出し、劇場に立たせ、そしてペンデラムスケールに次の演者を置いていくスタイル。まあ一応リンクモンスターがその墓地行くんでビーステッドは出てきたりはするんですけど、相手の、まあ、言うてね、あのね、ギミック時代にビーステッドが刺さんねえからこのデッキ、それがいいところではあるね。さあ、魔界劇団スーパープロデューサー、メロマドンナの方が圧倒しちゃっていいね。リンク召喚2まで終わったら、もう P 召喚
しかしないんで、ビッグスター持ってきて、でプロデューサーの効果発動する必要もあんまねえな俺。今はいいや。とりあえずペンデュラム召喚、揺れろ魂のペンデュラム、天空にかけ光のワーク、現れろ俺様のモンスターたちよ、うおー劇場に舞い踊れ俺様のモンスターたち、かっこいい。そして、決戦のゴルゴンダを発動、謎のカードを発動していく。そしてカードを1枚セット、これでターンを終了だ。さあマーカー劇団スーパープロデューサーの効果は、あ、これちなみにさ、ドローフェイズで無限保養とかやめてね、ドローフェイズ無限保養意味わかんないからやめて。あ、オッケーオッケー、メインフェイズ入った、あぶねー。あのね、ドローフェイ、あ、メインフェイズでしか打てないんで、スーパープロデューサーさん、ちょそこに弱点があるといったところ、まあ、それが嫌だったら、前のターンにあのシアター貼った方がいいんですけど、まあ、モンスター効果にチェンジした方が強いんだよなこれ、はい、っていうのにさっき気づきました私は。で、ここでスーパープロデューサーの効果を発動し、フィールドのカードを叩き割ってからシアターを貼るという効果。ね、これ破壊するのは何でもいいか、エキストラでいいな、打点低いし。で、ここの効果にチェーンして、セットカードオープン、トラップトリック。トラップトリックはデッキから何らかの通常トラップカードをゲームから除外し、それと同じやつをセットするという効果を持っている。はっ、ヤブヘビセットそして、スーパープロデューサーの効果によって、あ、いやいや発動しない。で、シアターを置いていく、魔界劇場ファンタスティックシアターの効果、相手が発動したモンスターの効果は自分のフィールド上のセットカードを破壊するという効果に書き換えることができる。我が効果を書き換えたのだ。さあヤブヘビを破壊しろヤブヘビの効果発動、破壊してくれてありがとうよ。これによりデッキエクスターデッキから、これ裏のやめてね、あー、オッケーオッケー、スプライトサダはいいわ。ここに裏のって言われて世界が終わるというね、経験をね、何度もしてきました、私は本当にやめてください。はい、スプライトレッド、いいでしょう。さあセットカードが割られたため、あらあらろ、異性の最終戦士効果発動の効果を決戦のゴルゴンドで守っていく。異性の最終戦士は出た時にフィールド上の自分のフィールド上の全てのモンスターを破壊するという効果を持っているか、これを大世界ゴールドゴルゴンダの破壊耐性身代わり効果によって吐いていく。つまり自分のフィールド上のモンスターは効果では破壊されない。そして相手はというか、お互いにモンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚をすることはできない遊戯王終了、遊戯王終了のお知らせ、おいお前遊戯王しろ勝つ。あ、やべえ、来た、オッケーオッケー、まあ、決戦のゴルゴンダないときは普通にヤブヘビムーブをすればいい説は結構あるんで、あー、これはいや、さすがにホープから入ってもいいか、ホープから入ってもいいな、ホープドラマチックストーリーかな、これは。はい、ドラマチックストーリー発動、これ破壊して、で、エキストラ特殊感で、ホープペンダムゾーンに置かない。で、破壊して、ワイルドホープ効果発動。で、マカ劇団持ってくる。いや、かなりね、やっぱね、安定するようにはなりましたね。本当に。このデッキ。かなり安定するようになった。まあ、先行でも後攻でもね、ペンデュラムガンガンできるんで、まあ、その出てくるペンデュラムがマジで弱いっていうのは、まあ、弱いっていうか、先行で弱いっていうのは、ちょっと残念ながらあるんですけど、本当にここがね、なんかもうちょっとね、先行強いモンスターがいたらね、なんかもうちょっとなんとかなるかなと思うんだけど、マジで先行やることねえんだよな、マガ劇団って。一応、スケールバンバン張って展開して、ワンキルしていく感じなんで、高校ワンキルはまあそこそこ、まあそこそこですけどね。まあ、ちょっとメローマドンナ置こう。で、スーパープロデューサー、ほい、ほい。で、シアター置かねえといけねえな。置くか。こうして、これ破壊すればいいか。で、あ、
効果発動9にする意味は9にする意味ねえな。スーパープロデューサーの効果発動、スパプロ効果で破壊して、シアターを置く、なんか違うんだ、なんだ、メロ効果発動、千雷払って、モンスターサーチ劇団、これはビッグスターですね。 OK で、ティンクルリトルスターペンジャムスキルセッティングして、もうゼロ級スケールがね、残ってればまた次のターンにね、同じことできますからね、死ななければという。ティンクリか、ティンクリや、こことここさあ揺れろ、魂のペンデラム、天気にかけ光の枠、ペンデラム召喚、現れろ俺様のモンスターたちよ。はいはい、よーし、かっこいいぜ。そして謎のカードをセット、これでターンを終了するぜ。相手はこのカード、モンスター効果を使った瞬間にシアターの効果によってカードの効果を書き換えることになってしまう。バル、あ、あ、いや、このターンはやばい。ちょ待って、真っ赤いギラ縛りついてるんだって今。最悪、うわ最悪だわそれ、うわ最悪だわマジで、波形が狂ったんだけど。いやこのターンはね、魔界的な島でついてるから魔界的なしか出せないんですよね僕。はお前、ここで割ってくんのはないわ。あ嘘でしょ、対してないんだけど、何一つ対してないんですけど。え いや対してないですよ。ブラックホール1枚で積むんですかこのデッキ。マジ